学校用務員は、学校で環境の整備などの用務に従事する職員。旧制度では、指定、給事と称された。俗に、小遣い、小遣いさんなどと呼ばれたが、現在では、差別的であるとされ使われない。自治体によっては、学校技術員など、別の職種名を使用する例がある。学校用務員に関する規定は、学校教育法施行規則にあり、学校用務員は、 学校の環境の整備その他の業務に従事するとされている。学校教育法に学校には必要な職員を置くことができることが定められている。学校用務員は全ての学校に必ず置かなければならない職員ではないが、各学校において必要な職員とされる場合は学校用務員を置くことができる。 学校用務員に関する規定については、学校教育法施行規則の第49条で原文が定められ、同施行規則の第55条、第65条第1項、第65条の10第1項、第73条の16第1項、第77条で第49条が順用されている。以上により、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校、幼稚園の学校用務員については法令上の定義が明確となっている。1980年代前半までは学校用務員が校舎内の専用室や学校校内の一角に設置された住居で住み込みで働くのが一般的だった。その場合、学校用務員の本人だけではなく家族単位で住む例も多かった。施設の管理や小規模な営善。 学校内で出る、ゴミの焼却処理などのほか、深夜の校舎の巡回、忘れ物を取りに来た、幼児、児童、生徒や保護者への対応もいった。しかし、機械警備が普及したため、かつてのような住み込みの学校用務員は、公立の学校では、ほぼ完全に姿を消している。私立校でもごくわずかに見られる程度である。近年では、公務員、学校主事技能員、 管理作業員、スクールヘルパーなどへの解明も行われている。学校用務員の実際の業務は、ごく少人数で、学校全体の所持に携わることから、多岐にわたる技術が要求され、およそ簡素単純な業務に止まるものではない。また、その内容も、時代の流れに応じて変化しており、それに対応することも要求される。ちなみに、 時代とともに変化した、用務員の業務内容としては、代表的なものに、ゴミの処理がある。かつては、校内から出たゴミは、用務員が管理する校内の焼却炉で、焼却処分していたが、現在では、小型焼却炉のダイオキシン発生などの諸問題の、影響から学校用焼却炉の撤去が進められ、学校内での焼却はほとんど行われなくなった。ただし、 ゴミ処理そのものについては現在でも用務員の業務の一つであることに変わりなく、現在では、焼却に代わって、生徒たちが分別して、所定の保管場所に持ち込んだゴミについて、ゴミ収集者が来るまで管理するという作業内容になっている。主に中学校、高校だが、荒れた時期の修繕業務は、肉体精神の強靭さを求められる。昨今の教員不足もあって、 環境教育等での体験学習、総合学習等において、教員と共に指導者として携わるなど、様々な仕事を全うしている。市町村立の学校の学校用務員は、都道府県ピフ担教職員ではなく、市町村の現業職員である。また、東京都の特別区が設置する学校の学校用務員は、東京23区全体の職員である。 都道府県が設置する学校の学校用務員は都道府県の教育委員会が直接採用任命する。学校用務員が加入する職員団体も教育現場で一般的な教職員組合ではなく各市町村の公務員労組となっている。ただ最近では嘱託職,職員や臨時職員、 民間企業からの人材派遣労働などの非正規雇用による用務員も増えてきている。1976年から週刊少年マガジンに連載されていた新田達夫の学園遊び人に校長先生が小遣いさんに降格されるという採用体系からしてありえない表現があり、事後には謝罪文が掲載された。1990年には週刊少年ジャンプ連載の 燃える。お兄さんで余剰人員となった教員が用務員に格下げされ、昨日までは先生だったが、今日からは、ただの働く、おっさんだ、もう今日から教員ではないのだから何を言っても構わない、と主人公から罵倒、暴行されるという話が掲載された。その後、主人公はその用務員から反撃され、用務員にこき使われる立場と、さらにひどい境遇になるというオチだった。 自治労など用務員が所属する労働組合の講義を受けた、集営者は、当該号の改修に追い込まれた。漫画、燃える、お兄さん事件アーカイブド2013年11月3日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、全日本自治、団体労働組合大阪府本部用務員部会。ありがとうございます。